メタバース、そこにはどんなビジネスの可能性があるのだろうか。2022年6月末、私たち PWC コンサルティングは約3850人の全社員を対象に参加型のメタバース検証イベントを開催しました。その結果をレポートとしてご紹介します。今回のイベントはビジネス戦略の社内浸透と今後活用が見込まれるメタバースの可能性検証のために企画しました。具体的には今回3つの検証軸を持って挑みました。1つ目はメタバースでの体験で社員への戦略の浸透を深められるのではないかという点。2つ目は社員の働き方や創造性にポジティブな影響があるのではないかという仮説の検証。3つ目は今後クライアントがメタバースの活用にあたって直面するであろう課題の特定。これらを検証し、クライアントの皆様に先んじて我々が体験することでより質の高いコンサルティングサービスをご提供できると考え、イベントを実施しました。この検証では代表的なメタバースプラットフォームとしてクラスターと VR チャットを採用し、3日間にわたりビジネスとエンターテインメントを融合した様々なプログラムを実施。イベントには延べ8800人が参加しました。3000台の VR ゴーグルを用意し、このゴーグルを通じて空間が体験できるほか、 PC、スマートフォンなど様々なデバイスで参加可能な構成としました。まず全体的にメタバース空間体験の満足度は高く、特に VR ゴーグルを着用した参加者は他の参加者よりイベント全体をポジティブに受け取る傾向が高いことが分かりました。またイベント体験後の会社へのエンゲージメントに高まりが見られました。会社全体で先進的なテーマに取り組んでいることやテクノロジーを実際に体感し自分ごと化できたことをポジティブに捉える声が多く上がりました。 PWC 全社でこれどんどん大きく動いていっている分野ですので、その中に運営の当事者として関われたっていうことは非常に良かったなと思っております。PWC の社内の推進者とか有識者の方々とネットワーキングを深められたっていうことはですね、やはりエンゲージメントを高める大きな要因だったなと感じております。一つ目の検証ポイントについて、戦略の理解度は全体的に高く、特に VR ゴーグルでの参加者の理解度が高くなりました。 VR ゴーグルを使うことで一般的なオンラインイベントでありがちな他の作業をしながらの参加ではなく、集中力や興味をイベントに向けることができ、理解が促進されたと推察できます。2つ目の検証ポイントについて、参加者の多くがメタバース環境は働き方の観点から今後の仕事に好影響を与えると感じており、特に VR ゴーグルを着用した参加者はその傾向が顕著でした。当初はメタバースというと少しハードルが高いような印象を持っていたんですけども、イベントを通じて自宅から業務の合間に参加することが可能だということが分かり、より身近に感じられるようになりました。今回のイベントよりも業務に近い内容でのアイディエーションに活用できると面白いのかなと感じています。空間の中に入ると普段の外見から切り離されたアバターとして参加することになるので、マインドの方も少し変化するような印象がありました。マインドの変化によって新しいアイデアが生まれるきっかけになるのではないかなというところを考えています。また実際のメタバース体験により活用イメージの創発が促進されました。まずは体験してみることが事業構想に役立つのではないかという当初の仮説が検証できました。メタバース の将来性の活用方法としては、この没入感という部分、つまりこの人間の心により響くというところがメタバース の一つメリットなのかなと考えております。それをもとに考えると、例えば災害のシミュレーションだとかセラピー、そして心理的な実験みたいな検証というところで実際に用意するとかなりちょっと壮大になるものっていうところが、メタバース そのシミュレーションを使えば簡易的にできると、そこに一つ活用の道があるのかなと考えています。3つ目の検証ポイントであるクライアントが直面しうる課題については、
セットアップの煩雑さ、VR 酔い、個人情報の共有や連携への不安という3つの懸念を払拭する必要があることが分かりました。こういった課題についてはデバイスやプラットフォームのアップデートに期待しつつも、現時点では複数のデバイスを併用する方式でのイベントを設計することである程度回避することができると考えています。これらの結果は一例で、まだ発展途上のテクノロジーのため課題はありますが、私たちは総じてメタバースのビジネス活用に可能性を感じています。 PWC コンサルティングでは今後もこうしたメタバースビジネスをリードする経験を積み重ね、クライアントの皆様への提供価値を高めていきます。